正義感からの行動だということは理解しているつもりだ。だが組織の一員であるからには組織のルールには従ってもらわねばならん。今回の第09地区への無許可での立ち入り及び非正規の捜査活動とレギオンを伴う戦闘行為、これらは明らかな命令違反だ。処分が決まるまでこの交流室に入っていてもらう。命令違反で交流、なぜあそこに？俺にも話せないわけがあるってことか。でも一つ忠告しておく。理由はどうあれ、今後はもう少し慎重に行動しろ。あまり心配させるなよ。ま、俺の方も随分心配かけちゃったけどな。でも安心しろよ、もう何ともない。それどころか以前より強くなって戻ったんだ。驚いただろう、この黒いレギオン。まだテスト段階ではあるらしいけど、再開されたプラントで作られた次世代型の試作機。あの時のレギオンの暴走を受けて、より強固な高速とつながりを可能にしたって研究所の人が言っていたけど、なんて言えばいいのか。本当に自分の手足のように自由に動かすことができるんだ。これで俺も戦える。これからは一緒に戦えるんだ。全ては司令のおかげ。あの人が俺に戦う力をくれたんだ。俺たちはただ司令を信じてついていけばいい。なのにこのタイミングでこんなことになるなんて、世話かけさせるなよな。まあでもここのところ戦い詰めだったんだろ。いい機会だと思って休息を兼ねて少しそこで頭を冷やしてろ。おとなしくしてろよ。いいな。聞こえる？プライベート回線からつないでるの。なんとかしてあげたいけど、私なんかには無理。ひとまず交流だけで済んでよかったわ。まあ体も大丈夫そうだし安心した。俺に懲りて無茶はほどほどにね。こんな時にも人の心配をするのね。ハル君はネウロンからの除隊処分が確定したみたいよ。上は彼があなたをそそのかしたってことにして全責任をなすりつけたみたいね。逮捕状も出てるっていう噂が飛び交っていて、現に彼消息不明なのよ。逮捕されたらどうなるかわからないから逃げたんだと思うけど、本部の機密情報にも勝手にアクセスしてたって話もあるみたいだし、まったく。とにかくもし彼から連絡が来たら隠さず私にだけはすぐに教えて。じゃあまた何かあったら連絡するわね。いや、通信に盗聴と逆探防止コードを仕込むのに手間取っちゃって拘束されちゃったんだね。僕が無理なお願いをしたばっかりに迷惑かけてごめん。でも君の力はネウロンとしてだけじゃなく政府からも求められているものだ。逮捕なんてことにはならない。きっとすぐに出られるよ。
僕は一旦姿を消して騒ぎが収まるのを待つことにする。その間こっちでいろいろと調べてみるよ。また何か手がかりになりそうなことをつかんだら報告するから。ああそうだ、確信は得ていないけど嫌な予感がするんだ。カラスには気をつけて。いいね、じゃあまた。第三六地区全域でゲート発生による大規模汚染が発生。避難指示を行い、市民の安全確保に当たってください。繰り返す。こちらアリシア。イーストサイドハイウェイの高架下にホムンクルスのものと思われる巨大な卵を発見。了解。付近に出動中のネウロン隊員に次ぐ。至急現場に向かって。こちら陣、現在行動可能な隊員が各地で大量発生したキメラの処理に当たっている。悪いがすぐに応援に行くことは不可能だ。そう、仕方ないわね。どうアリシア、そっちだけでやれる？ええ、シーズもいる。二人でやってみるわ、任せて。あら、大した自信ね。あっ、アリシア。アリシア、どうしたの？シーズ、応答して。ジェナ君。シル、我々にやらせてください。我々？今の君なら一人で十分だろう。事態は切迫しています。この状況を打破するために彼女の力は必要不可欠です。聞いていたね、緊急事態だ。一旦君の交流を解く。全ての責任は私が負う。直ちに準備し現場に向かうんだ。汚名返上のチャンスね、頑張って。状況は最悪だ。俺は先にて向こうで待ってるぞ。
No!
到着したわね。アキラ君たちはホムンクルスの近くにいるはずよ。急いで向かってちょうだい。やっと来た。遅いぞ。レギオンのおかげでこの通り無事だ。とっさのことだったから階段を派手に落ちてしまったけど、二人とも無事だ。俺が到着した時にはもうホームンクルスは。その可能性は考えられるわね。ひとまず医療班のヘリが向かっているから。了解。だが急いだ方がいいな。二手に分かれよう。引き渡しは俺が。あんたは先に行ってくれ。高エネルギー反応を捉えたわ。コムンクルスね、メインストリートの方に向かっているみたい。ジェナの姿は捉えられていないから、まずはホムンクルスを追って。悪いんだけど他の部隊の応援は期待できないわ。ひとまず応援として警察隊が向かうことになりそうよ。
無理な攻撃は危険よ。彼に使ってしまうわ。うわっ、待て、俺を撃たないでくれ。うおほほほほ、飛行型のキメラがこんなに力強いとは。ガーハを観察だが、おかげでこの身をもっていろいろ感じることができた。そしてあの翼が作り出す。だがあのサイズであの力だとすると、奴らを率いていた国力の巨大キメラなら一度経験して。
ったはず。よかった。こっちで医療班を回収に向かわせておくから、あなたはホムンクルスを追って。
います。ホムンクルスはメインストリートの方に出たはずよ。
吸収してる。レギオンは大丈夫なのかしら。下手に近づくのは危険ね。でもとどまっている今がチャンスかも。消えたですって。でも高エネルギー反応はその付近に存在しているわ。油断は禁物よ。後ろよ、逃げて。抵抗しても危険なだけよ。
まずは逃げることを優先して。プロムナードを迂回してメインストリートのセーフティーエリアまで行けば体勢を立て直せるわ。さすがに入っては来られないみたいね。警察隊もそろそろ到着する頃よ。先を急いで。こちら第28地区警備隊、間もなく第36地区に到着する。到着と同時に部隊を展開し目標を包囲、一斉射撃により排除する。近くに展開している部隊は指示するポイントに向かい作戦に加わってくれ。よかった、警察隊の応援が間に合ったようね。このままメインストリートに出て警察隊と合流しましょう。連絡道入り口でオムンクルスと接触、部隊の展開は完了している。これより攻撃を開始する。敵から高エネルギー反応、避けろ、レーザーが来るぞ。よし、いいぞ、このまま壁際まで追い込むんだ。止まるな、走れ走れ、弾が足りなくなるぞ。近くの部隊に補給要請しろ。
ホムンクルスに対抗できるのはあなたとレギオンだけかもしれない。これ以上被害が拡大する前にホムンクルスを倒しましょう。進化しちゃうと手がつけられなくなってしまうわ。キメラを吸収しているのか。なんか嫌な予感がする。プロトレギオン。
ずいぶんしつこいのね。どこまで私の邪魔をすれば気が済むのかしら。でもそれもそろそろ終わりにしましょう。さて、君にはチャンスを与えよう。単独での任務だ。最善を尽くしたまえ。期待しているよ、ハワード君。
リー反応の消失を確認。無事ね、よかった。こちらアキラ、ハーモニースクエア西連絡道付近でジェナを見失いました。了解。出動中のネウロン隊員はアキラ隊員、君は彼女を連れて本部に戻り司令室へ出。了解。あんたのせいで俺まで戻ることになるなんて。まあいいか。今回の活躍できっと処分は帳消しだ。もしもの時はまた